旧ユーゴスラビアの民族分布。コソボなどの薄や青色がアルバニア人。アルバニア人は主にアルバニア共和国とコソボを中心としたバルカン半島に住む民族。オスマン帝国時代アルバニア系人の旗アルバニアの住民の95%、コソボの住民の92%を占め、その他にも来たマケドニア共和国では人口の25%を占め来た。 マケドニア国内最大の少数民族である。モンテネグロやセルビア、ギリシャなど、それ以外のバルカン半島諸国に少数が住む。インドヨーロッパ語族系の古代民族イリュリア人の子孫とされ、かつてモンテネグロ人もイリュリア人であったとされる。南スラブ人の南下によってモンテネグロはスラブ化されたが、アルバニア人は古代からの名脈を保っている。部族は、 南部トスク地方に居住するトスク族と北部とコソボ地域に居住するゲグ族に分かれておりトスク族が古代から交易を中心に生活していたのに対しゲグ族は山岳地帯で生活し農耕が中心であるなど両者の間で性格は大きく異なるコソボに暮らすアルバニア人の集団は州の人口の90%以上を占めるが一世紀近くに 渡ってセルビアもしくはユーゴスラビアの統治下に置かれており、セルビアからの分離を求めるアルバニア人とセルビア人の間で激しい対立がある。1999年のコソボ紛争後は国連の暫定統治機構の管理下に置かれ、セルビア共和国政府の実効支配は及んでいない。コソボは2008年に独立を宣言したものの、セルビアはその独立を認めておらず、 コソボを自国の領土とみなしている。宗教的には大半がイスラム教であり、正教会がそれに次ぐ。アルバニア本国に住むアルバニア人はほとんどが無宗教だとも言われている。アルバニア人のほとんどはインドヨーロッパ語族に属するアルバニア語を大一言語としている。アルバニア人の YDNA はある調査では HG。 E1、e、ビット1ビットが35.43%、HG、J が23.77%、HG、R1 ビットが18.39%、HG、I が13.00%などとなっている。アフリカ外では、ハプログループ E の割合が最も高い民族の一つ。ありがとうございます。